every team we play you know they they want to beat us you know we're Lakers you know so 皆さん、こんにちは。ダンクマヨシです。いや、もう今回のレイカーズは、その良い,いニュースと悪いニュースが入り混じってるということで、まずはその良い,いニュースについて、ついにこの度、左のふくらはぎを負傷していた八村塁が復活。でまあ試合自体は、132対125で、ジャズを相手に負けちゃったんですけど、八村塁に関しては、その怪我の影響をね、感じさせないくらい、すごいアグレッシブに動き回っていたんで、その点はね、安心しましたね。そしてこの怪我に関しては、本人も話しており、 Oh, you know, I was a little bit out of shape but, you know. Um, I was able to, you know, run it down up and down and you yeah, make some plays but, you know, it was a tough loss for us. Um, ースーンいや、まあでもそのブランコを感じさせないくらいね、すごいアグレッシブにフィジカルにゴリゴリいっていた感じだったから、すごい見ている側としてはヒヤッとした場面もね、あったりしたんですけど、そのポスターダンクもね、決めたりしていて、あ、そう、このポスターダンクに関しては、相手チームのビッグマン、ウォーカー・ケスラーに対してポスターダンクを決めていたんですけど、今回八村はその高さも出ていて、パワーもね、出ていた感じだったから、なんかむしろこの休養期間にパワーアップをした感じすら しましたね、そしてレイカーズは序盤の方は調子は良かったんですけどこの手に関しては八村塁も話しており。 We gotta bring the energy, you know. Especially the first quarter, you know. We gotta bring the energy. So every team we play, you know, they they wanna beat us, you know. We're Lakers, you know. So they're gonna come out um, with the you know good energy and all that, so we can't lose to that, you know. And we're always trying to catch up, you know, in the second quarter and all that, but it's already late, so you know, we just gotta. やはりそういった意識でやっていたようですが、その後結局ね、追いつかれて、追い越されて、そしてもう追いつくことはできなかったんですけど、 やはり今回一番響いたのは、まあ、そのチームのディフェンスもあるんですけど、あとはこのアンソニー・デイビスのシュート。というのは今回彼はプレイタイムは39分で、シュートは21本中たったの5本成功の15得点。でもそれ以外では15リバウンド、11アシスト、1スティール、4ブロックとトリプルダブルで、このレブロン・ジェームスが今回いなかった中ね、アシストも頑張っていたんですけど、あ、そういえばそう、今回はレブロン・ジェームスがいなくて、スタメンはこのアンソニー・デイビスとトリアン・プリンス、キャミュリディッシュ、ディアンジェル・ラッセル、 そして、オースティン・リーブスの5人でした。そして、見ての通り、久しぶりのスタメン復活で頑張っていたディアンジェル・ラッセルは、プレイタイムは41分で、シュートは3ポイント6本を含む26本中15本成功の39得点で、これはチームトップ。っていうか、これはゲームハイですね。そして、あとは8アシストと3リバウンド、1スティール、2ブロックということで、 今回は彼がかなり頑張っていた印象でしたね。でもそれ以外ではオースティン・リーブスが19得点で、あとはトリアン・プリンスが12点。そしてあとはレディッシュがね、また膝の怪我をしちゃって戻ってくることはなかったんですけど、あとはクリスチャン・ウッドがね、相変わらずシュートが好調な感じで、今回は10本中5本成功の15得点、9リバウンド、1アシスト、1ブロック。いや、彼は最近そのリバウンドをね、かなり意識しているようだから、そこはレイカーズとしてはね、かなり助け かりますよねあとはバンダービルトがね、5点だったんですけど、その一方でディフェンスを頑張っていて、あとはやはりこの男、八村るいで、今回はね、彼は久々に復活して、プレイタイムは19分だったんですが、シュートは12本中6本成功の17得点、1アシスト、3リバウンド、1スティール。でもプラスマイナスに関しては、プラス12と。 かなりね、いい影響力を残していて、もっとプレイをさせろよという声もね、たくさん見たんですけど、彼はどうやら今回復帰したばかりということで、プレイタイムの制限がね、あったようですね。だからもしもそれがなかったら、今日の調子だったらね、もっともっとプレイをしてたはずだったんですけど、まあこればっかりはね、ケアから戻ってきたばっかりだったんで、しょうがないですよね。そして今回気づいた方もいたと思うんですけど、ついに八村塁のマスクが外れていて、<笑><笑> まあ何はともあれその骨折をしていた花に関してはね、もう大丈夫そうですね。というわけでジャズに関してもね、少し見ていきたいと思うんですが、やはり個人的にも一番目立っていたのはコリン・セクストン。今回彼はね、13本中8本のシュート成功で、フリースローも10本すべて沈めて、27得点、5アシスト、4リバウンド。プラスマイナスに関してはチームトップタイのプラス18ということで、 いやもう彼はこの数字的にはもちろんなんですけど、その彼のあのハッスルプレイでね、流れを間違いなく彼が引き寄せていましたし、レイカーズサイドとしてはね、もう本当に鬱陶しかったですね。そしてあとはエースのマルケネンが3ポイント3本を含む29得点9リバウンド5アシスト2スティール1ブロック。あとはジョン・コリンスも19得点13リバウンド2アシスト3スティール1ブロック。とまあスタメンに関してはこの辺りが目立っていたんですけど、それ以外ではこのルーキーのキヨンテージョージ いや、ちょっと今回言いたいんですけど、もうレイカーズのルーキーはね、知っての通り、あの、JNF としてーので、彼はね、17位だったんですけど、彼は16位だったんですよね。そしてご存知の通り、18位に関しては、現在マヤミヒートで大活躍をしている、ハイメ・ハケス・ジュニア。だから今シーズンはこのレイカーズの前後にドラフトをされていた選手たちがね、かなりいい感じだということで、 今回この気温定ジョージはスリーポイント3本を含むシュートを11本中5本成功の19得点3アシスト3リバウンド1スティールいやまああんまり自分もそのたらればみたいな話はねしたくないんですけどいやもう本当に今回はレイカーズの苦渋ですよねっていうのはまあその上位のウェンバンなんかはねもう絶対に取れる可能性がなかったからそこは諦めがつくんですけどこの気温定ジョージとかあとあのハイメハケスそしてこれもレイカーズの後に19位でロケッツに指名をされていたケムウィットワー もうかなりいいい感じなんでいやー、ちょっとこのままだと、レイカーズは今回のドラフトをね、かなりちょっとやらかしちゃった感じになっちゃってますよね。というわけで最後に順位を確認しておきますと、レイカーズはこれで19勝21敗となって、このジャズにも追い越されて、ウエストの11位、もうとうとうついにプレイインスラも圏外ですよ。 そしてその0.5ゲーム差で、ウォリアーズが12位にいるんですけど、いやーもうレーカーズはね、これはもうトレードをするしかないパターンになってきてますよね。いやーまあでもその試合を見ている限りでは、その単純にそのトレードをしてザ、ザックラビンやデジャンテマレーが来たからといって、解決ができる感じの問題でもね、ない気がするんで、もうちょっとその根本的な作戦とかヘッドコーチとか、そのあたりを改善していく方が先な気がします。はい、というわけで皆さんは、この話を を聞いてみてどう思いましたかコメント欄で教えてくださいというわけでダンクマントークなんですけどこのようにね何かを頑張りますみたいなコメントを自分大好きなんでどん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 ねそのようなコメントがある方はコメントしてもらって一緒にモチベーションを上げていきましょうそして今回話していきたいのはあのマイケルジョーダンのドキュメンタリーラストダンスのある名シーンというか名言についてで あるシーンの言葉で、そのマイケル・ジョーダンのすごいところは、あのジャンプ力やその能力ではなくて、彼がそのその時その時を一生懸命に生きることができる能力、そこがすごいということをね、言っていたんですけど、いやもうこれ本当にね、自分大事なことだと思っていて、現代の人はね、そのながらなんちゃらっていうパターンが多いですよね。でまあこれはその SNS やスマホが普及した影響もね、かなり大きいんですけど、何かそのご飯を食べながらスマホをいじっていたり、テレビを見たり、あるいはそのトイレに入っていたり、 やりながらスマホをいじったり授業を聞きながらスマホをいじったりあるいは運転をしながらスマホをいじったりその時その時にやっていることに対して全力で集中ができていない傾向にあるではまあそれはこのスマホや sns がねその人の注意を引くことをっていうかその人の脳をね中毒にさせることを前提というかその研究をして作られているからまあそうなっちゃうんですよね あの SN、SNS やスマホの音とか、あとあの、いいねのシステムとか、あれらはもうその手の専門の研究者たちが、そのスマホや SNS に対して中毒になるように設計をして作ってますから、ま、あしょうがないっちゃしょうがないですよね。でもだからこそ自分たちがちゃんと意識をして、そこはね、ちゃんとその時にやってることに集中をしていかなければいけないんですけど、マイケル・ジョーダンは、その時その時にやっていたことに対して、全神経を集中させて一生懸命生きていたと。だからマイケル・ジョーダンって SNS SNS のアカウントが一つもありませんよね。今流行りのその YouTube アカウントだったり、Podcast だったり、Instagram だったり、Twitter だったり、もう全部ありませんよね。それはおそらくですけど、これはあの SNS がね、その彼のその集中を邪魔するものだと分かっているから、そういった理由もあるんじゃないかと思ってて。 でもそれに加えて彼はその人から注目されることが嫌だったっていう話もあるんで、ま、あそれもね、あるとは思うんですけど、ジョーダンがね、そのすごいというか神だと言われる理由は、ここにもあると思うんですよね。その時その時を全力で生きることができている。そしてこれ単純に聞こえるんですけど、結構難しいことで、例えばそのスマホや SNS に中毒になっちゃってる人は、もうちょっと触らないだけでうずうずしたり、あとあのヨガの瞑想ってありますよね。あれも結構この話と繋がってくるんですけど、あれもその目をつぶって、その時その時の 自分の呼吸やその自分自身に集中をするっていうことなんですけどこれも結構ね難しいんですよねっていうのはこれやってる人はすごくわかると思うんですけどすぐにその他の考えや邪念が入ってきて邪魔をされるからまあだから瞑想はこういったことを鍛えるという意味ではすごくいいので個人的にもねこれはかなりおすすめですはいというわけで今回は以上なんですがこの動画も楽しんでもらえたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました